骨折星は6世紀から7世紀にかけて中央ユーラシアに分布したルク系民族、鉄六の有力部族の一つ、突血秘ぶにある三世クリカンの恩社と考えられている。骨折星は中国から最も遠かったため、長らく中国と通行していなかったが、上岸21年8月になって骨折星は東へ使者を派遣し、初めて長考した。 骨り星が入庁したので、党の大操は、雲木将軍の安子祖日蔵家を派遣して、骨り星をいたわり、唐霊させ、その地方を厳血州とした。骨り星の資金は死者を派遣して、党に馬を献上した。竜祖年間、党は厳血州をさらに予護州とし、寛解と徳府に隷属させた。宴祭の初めにもまた来庁した。重機とは、 10頭の春馬という意味で、小釣り星が上岸年間に入庁した際、小釣り星さんの馬が優れていて立派だったので、体操がその中から珍しい10頭を選んで微笑をつけた。アグリ総二ロ、白雪シコリロ、剣高血派、ひかす漂発電赤サキ・ホ紫本ジア赤また、小釣り星さんの馬は上質であるが、その首がラクダに似ており、筋骨がたくましく、 日中に数百里を走るとも記されている。中国史書に、小釣り星は北方に大会を控え、京市から最も遠い、小釣り星は、関海の北に住みとあるように、バイカル湖の北、北極海の南の地域にいたものと思われ、海を渡ると、昼が長く、夜が短いと、日照時間が長いことも記している。また、植物としては、ユリが多く生育していると記している。 1889年に、外モンゴルのオルホン川流域の星よ、サイダムで発見された古代特血の秘文である、キュルテギン秘文において、カガンの葬儀に弔問した東方民族、あるいは敵対した民族の中に、宇宙クリカンという民族名が登場する。これは、中国史書にある、小釣り星であるとされている。居住地の位置などから、モンゴル帝国によって征服されたバルグド諸部は、 クリカンの後ろ身であると考えられている。17世紀以後には、バルグド諸部の一部であった、ブリアート人が勢力を拡大し、現在では、ロシア連邦の下で、ブリアート共和国を形成している。キュルテキン・ヒブン、旧東場列伝第149詩も鉄録、新東場列伝第142詩高い骨下。平凡者19、1972P445。 旧東女列伝第149下、骨離館北京大会、作形主催園、新東女列伝第142下、骨離館所管会北、新東女列伝第142下、北戸快速昼、上野端特決文字による表記。右から読む。村上1976、PP92 から94。ありがとうございます。